どうもこんにちは、僕の挑戦タッチと言います。私はですね、今年の3月に40年勤めた職場を退職しまして、現在無職プータローです。まあそういうわけでですね、なんかやろうということで、YouTuber に挑戦したいと思っております。今日がですね、記念すべき YouTuber としての第1弾となります。ただですね、YouTuber になるためには、懸案事項が一つだけありまして、それは何かというと、私は滑舌が悪いんですね。もう結構致命的じゃないですかこれね、喋りが、大事なのに滑舌が悪いってね。それでなんとか克服しないといけないということで、インターネットのヤフーで検索しました。ヤフーですが、滑舌を良くする早口言葉の練習方法とはっていうのがありまして、早口言葉を練習すれば、滑舌が良くなるのではないかと思います。それで、まずですね、滑舌が悪い理由っていうのがありまして、滑舌が悪い方はどのような練習や改善が必要になるのでしょうか。滑舌の悪い理由や具体的な練習方法をご紹介します。滑舌とは舌や口の滑らかな動きのことを言います。滑舌が悪いと声の大きさや高さが適正であっても相手に内容がうまく伝わりません。滑舌が悪い原因は主に3つあります。まず1つ目、舌と唇と舌がうまく動いていない。2つ目、口角がきちんと上がっていない。これやばいですよね。もうなんかね、年ですから結構口角がこう下がってきてるんで、上げないといけないですね。ね、はい。それから、3番目、母音を正しく発音できていない。はい。これらのどれが当てはまるかは、以下の5つの早口言葉を言えるかどうかによって分かります。まずですね、これ3回ずつ言わないといけないんですが、生麦、生米、生卵、これを3回。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、シャ。はい、次、ミルコ、クロコップを3回。ミルコ、クロコップ、ミルコ、クロコップ、ミルコ、クロ、クロ、あれ？ミルコ、クロコップ、ミルコ、クロコップ、ミルコ、クロコップ。まあ、なんとか。ちょい、シャ。はい、次が、東京特許許可局を3回。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。まあまあかな、うん、ちょっとやばいですね。はい、次が、ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だを3回。ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。ヨド殿もヨド殿、ヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。これやばいですね。はい、それから、おあややあやにおあやまり、おあやや親におやま、おあやまりとおい。もうなんかこの時点で間違ってますけど、これを3回。おあややあやにおあやまり、おあやや親におあやまりといい、おあややおあわおわ、おあややあやにおあや、おあやまり、おあやや親におあやまりといい、おあやや親、おあややあやにおあやまり、おあやや親におあやまりといい。これちょっと完全にアウトですね。はい、そういうわけで1と2、生麦、生米、生卵とミルコ、クロコップが言えない人は、口と舌の動きがうまくできていない。これは、まあ、言えた、だと言えてると思います。それから3、東京特許許可局は口角が上がっていない。これちょっとやばいですね。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、これ口角、口角上がってないね。ちょっと口角はやばいなと私も思ってます。それから4と5、ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だと、おあややあやにおあやまり、
おあやや親に お謝りと言い、もうこれ完全にやばいですけど、これは母音をきちんと発音できていないと言えます。で、早口言葉を用いた練習方法っていうのがあって、上記の早口言葉をうまく言えたかどうかによって原因が明らかになりました。そうですね、私の場合は口角がきちんと上がっていないというのと、母音を正しく発音できていないというのが、課題なので、この課題に対して早口言葉を言って練習することで克服ができます。ということで、まず口角をきちんと上げる練習ですね。東京特許許可局の早口言葉がうまく言えなかった方は、口周りの筋肉がうまく使うことができてなく、口の開きも小さい傾向があります。鏡に向かって口周りの表情筋をたっぷり使うような気持ちで、おあを繰り返して言います。慣れてきたらスピードを上げて20回言います。この時上下の歯がきちんと見えるように意識して行いましょう。表情筋が鍛えられて口角を上げやすくなります。また口を大きく開いてはっきり話すことができるようになります。ということで、おあおあお、ということで、もう一回言ってみます。東京特許許可局、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 東京特許許可、東京特許許可局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 。よっしゃ。はい、次、母音を正しく発音する早口言葉の4と5が4と5がうまく言えなかった人は、はっきりと母音を発音できていないことが多いようです。先ほどの2つの早口言葉の母音だけで発音してみます。例えば5の冒頭のおあやや親にお謝りは、おあああおあああおあいおあああいとなります。これを繰り返していることで、言葉を発するときに母音に意識が注力されて、母音をはっきり正しく発音できるようになります。ということで、おあああおあああいおあああおあああおあおあああおあいおあああい、この時点でやばいですけどね。はい、ということで、もう一回チャレンジしてみたいと思います。ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。ヨド殿もヨド殿なら、ネネ殿もネネ殿だ。なんとなく言いやすくなってる気がします。はい、最後、これ結構難関ですが。おあやや。おあやや、親に、親。